昨日、神奈川県平塚市のアパートから女性が飼育していた体長およそ1メートルのグリーンイグアナが逃げ出しました。現在も見つかっていません。昨日午後6時ごろ、平塚市のアパートの1階に住む女性が帰宅したところ、窓の網戸が開いていて、飼育していた2匹のグリーンイグアナのうち1匹が逃げ出していました。

警察は昨日に続き今朝も2時間周辺を捜索しましたが見つかっていません周辺の住民に見つけても近づかないよう注意を呼びかけています